アメリカ軍は神奈川県の厚木基地から山口県岩国基地へ空母の艦載機を移動させたのに伴って艦載機の離着艦訓練を九州沖で実施する方針を明らかにしました空母での戦闘機の離着艦訓練はこれまで房総沖の太平洋上で行われていました先月艦載機を岩国基地に移動させたことに伴って今後 この訓練を九州の沖合で実施するということです時期は未定ですが例年5月から6月ごろに行われています岩国市の福田市長は周辺地域にどういう影響があるか非常に注視していきたいと話しています